皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、マイルやポイントの税務上の取り扱いについて、見ていきたいと思います。私なんかもですね、よくカードを使いまして、ガソリンなんかはですね、そのお店の系列のですねカードを使って集中的にそこで、入れればですね、結構ポイント貯まるんですね。で、貯まったポイントをですね、商品券に変えたりとか、携帯電話の購入費用に充てたりとか、いろいろ活用ができるものですから、結構ありがたいものだなと思っております。で、よくやるのはですね、会社の同僚仲間とこう飲みに行ってですね、いやいや会計は私がやるからと言ってこう現金を集めてですね、会費という形でこう集めて、で、精算は自分のカードで済ますということで、しばらく現金が残ってですね、ポイントも貯まると、1ヶ月2ヶ月後にはですね精算されるんですけども、こういったね、頭のいいやり方もあります。で、これ会社の経費なんかをですね、自分のカードで、使ってですねポイントを貯めるっていう人もひょっとするといるかもしれませんけども、で、この出張で貯めたマイルは誰のものということでレジュメの方に書かれております。で、飛行機の利用でですね貯まったマイル、支払い者のそもそも会社のものかと、それから利用者個人のものか、こういった議論が当然出てくるわけで、で、公務員の公費の出張の場合はですね、やはり航空券の購入税金で賄われていますので、マイルを貯めてこっそり家族旅行で使っちゃおうっていうのはですね、納税者の納得を得にくいということで、多くのですね中央官庁について公務員のマイル取得自粛申し合わせているみたいですね。で、カード利用のポイント稼ぎも含めてですね、禁止しているところもあるということらしいですね。で、罰則は設けられていないみたいです。で、この経済的な利益もちろん受けてるわけですから、で、この、所得の発生と言えるんじゃないかなということです。で、個人の事業副業にですね、利用する場合、経費の節約でですね、自動的に所得に反映されます。で、金額自体がですね少なければですね、そこまで追求しなくてもいいよということで、それで終わりと。ただ金額が大きくなったらですね、やはり課税関係を無視できないかもしれないということです。明確なですねそういった規定はないもんですから、こういう言い方になってしまいますけども、で、会社はどうかというと、やはり会社によってまちまちでですね、マイルやポイントをですね厳密に管理しているところもありますし、またそうでないところもあるということです。そのポイントマイルを厳密にですね管理することで、会社が得するか、その管理のコストを考えたらどうかというね問題もありますけどね。はい。で、レジュメの方にはですね、お店側のポイントの取り扱い、税務上の取り扱いが書かれているものですから、ご参照ください。ご清聴ありがとうございます。